バルトーク自身の演奏の CD っていうのが結構あるんですけれども、あとラヴェルの CD とかもドビュッシーの CD とか実はあるんですよ。ラフマニノフの自作自演があるのは有名なんですけど、なぜバルトーク、ラヴェル、ドビュッシーの演奏がそこまで有名じゃないかっていうと、あんまりこういうこと言っちゃいかんんですけど、やっぱりピアニストが弾いた方が上手いからなんですよね。で、これはラヴェル自身も、あと例えば、名前が出てこない。ある日本のすごく有名な、子供の曲をたくさん書かれている有名な作曲家の先生が自作自演で CD を出されました。でもこれはあくまでも参考程度にしてくださいみたいなことを ご本人がおっしゃられてたりするくらい、その作曲家はもちろん頭の中にはこんな感じにしたいっていうイメージがあるんですけど、必ずしもそれが全部自分でうまく弾けるかっていうと、もちろんそういうわけではないんですね。で、もしかするとバルトーク自身はこういうペダルで弾いていたかもしれない。でもそれはバルトークが本当にこうしたいっていう頭の中の最理想のイメージと、自分が弾いてた、自分ができる範囲でやってたペダリングはもしかしたら違うかもしれないんですよね。この辺がちょっと微妙なところで、作曲者がそう書いてるからそれが全部作曲者の頭の中を反映したものですよとも言い切れないところがあって、で、そっちに行き過ぎると自分勝手な思ってになっちゃうんですね。で、全部研究してもう作曲者の言うままにやりましたよっていうと面白くない音楽になっちゃうんですね。だからその間くらいで、どっちも自分はこういう風に思う、こんな風に感じるっていうのと、きっと作曲者はこういう風に思ってただろうなっていうのとが、その間というか、それがピタッと合わさったところで演奏ができる瞬間っていうのが、一番いい音楽が生まれる瞬間なのではないかなと思ってます。なのでそういう、観点に従って、あえてこの書いてあるペダルとは結構違うことをやってるんですが、次の6曲目の曲も、これも面白いですね。このリズム出したいので、僕はこのペダルではなくて、ここで上げてここで踏んでいるんですね。次からちょっとパターンの方ですね。
まあ、その辺からしても全く今までのフランスものの観点とは違うペダルなんですが。